茨城県を自由気ままに自分のペースで探検していく茨城だらだら探検隊、隊長の龍でございます。いいね、チャンネル登録よろしくです。じゃじゃーんと海鮮太巻きを買ってきました。サーモン、マグロ、卵焼き、きゅうりと私がね好きなもの全部入ってるやつにしました。お値段も398円とお手頃価格でねいいと思います。はい、恵方巻きなんですけどもね、食べ方にルールがあったんですよね。まず恵方を向いて食べる、それから黙って食べる、一気に食べる、ここには書いていませんけども食べやすいようになんて切っちゃダメなんですよね。丸かぶりするから丸かぶり寿司って言ったりもするようです。はい、でね、毎年ルール守って食べてんのになんで願い事が叶わねえんだっぺって思ってたんですけども、その理由が判明したんですよ。その理由をこれから解説していきますので最後まで見てってくださいね。それでは続きをどうぞ。はい、ということで今回の恵方がですね、2021年の恵方が南南東の157.5度、157度から158度ということなので正確に測っていきたいと思います。 iPhone のコンパスを使いたいと思います。157から8、すごいですよね。このちょうど、やっぱり7と8っていうところがポイントらしくて、ここでちょうどこの表示が変わるんです。南東と南ってことですね。だから、まあ、157から158なんで、157から158、この間なんですね。だから8に変わらないんだけど、この表示が消えるところ、ここが 157.5 度、間違いないと思います。なのでこの方向はここです。はい、これまでですね、恵方巻きを食べてもこう願いがちょっと叶ったりしなかったんですね。で、多分ですね、ここまで正確に測ってなかったんですよ、方角を。だから今回、今年はこの方角をもう何て言うんでしょう、一度のズレもなくね、その恵方を向いて食べていきたいと思いますので、2021年度は願いが叶うと思います。はい、はい、お皿を用意しました。産地も引いてみました。今年はね、一度の誤差もなく恵方をしっかり向いて食べていきます。さらにですね、今年2021年の節分は124年ぶりに2月2日ということで話題になりましたね。124年ぶりなんて言われると、なんだかまたすごく今年はね、いいことがあるんじゃないかと思っちゃいますよ。はい、この124年ぶりっていうパワーと一度の誤差もない恵方パワーね、この矢印の通りにね、はい、で願いを叶えていただきましょう。で、隊長流のね、願いは何なのってことになると思うんですけども、言っちゃいましょうか。発表します。2021年中にチャンネル登録1000人達成、これをお願いしました。ということで今回はね、今年は願いを叶えてください。よろしくお願いします。それからこれだけははっきり言っておきます。目標チャンネル登録1000人ってことではありませんからね。はい、目標チャンネル登録1000人頑張りますではありません。いつも通りダラダラやってね、はい、頑張らずにやっても恵方巻きのパワーで願いを叶えてくださいねってことですからね。はい、決して頑張りませんのでよろしくお願いします。はい、頑張らなくても恵方巻きのパワーだけで願い事は叶うのかというね、検証をしていきたいと思います。
年末に答え合わせができると思いますので、楽しみにしていきましょう。それでは一気に食べていきます。